本日はですね、こちら防水のスニーカーをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、ポチッと購入させていただきました。まあ、まだまだ早いんですけどもね、やっぱ梅雨時期にはね、防水のスニーカーいるでしょう。ということでね、新生活から新しいスニーカー履いていこうやないかと、まあ、気分も上げてね、モチベーション上げてやっていこうやないかっていう時に何かいいのあるかなって調べたら、このエコーっていうのが出てきたんですよ。エコーって何ですのと、そもそもどこのブランドって言ったらね、デンマークかなんかのブランド言うてね、へー、デンマークか、なんかあの予備知識話そうかな、ないんよ。デンマークの予備知識なんか全く何もないんよ。ということでね、とにかくあのデンマークって赤に白のバッテンがあったかな、それぐらいかなっていうことでね、それ以上のトークがないので、本日の流れいきたいなと思います。本日の流れとしてですね、まず開封していきたいなと思います。開封していって、その時なんで僕が買ったんかっていうね、この特徴があるのでね、その辺をお話しさせてもらって、まあサイズ感なんかもね、お話しさせていただこうと思いますので、早速開封いきますね。開封いきましょう。それではズドンということで、こんな感じでね入っております。うえー、見てください。これ見ていただいてわかるかな、実はレザーなんですよね。レザーやねんけども、タグチラッと見てもらったら、あれゴアテックスって入ってるやんと。レザーでゴアテックス、ほんなん合皮ですか。いえ、本革なんですよ、ということでね、そういうところもあってね、購入したんで、あ、なるほど、タクゾーらしいやないかと。こいつ本物志向やから、やっぱりそういうところこだわってんねんな。その通りでございます。そう思っていただければありがたいんですけどもね。そんなところで、こちらゴアテックスのスニーカーです。あ、よく見たら靴のところにもね、ゴアテックスってこう刻印というか、あの押し印がねされてますね。ではですね、私、初めて足を入れさせていただきたいなと思います。32歳既婚者でございますが、普段ふざけたこと言ってるんですけどもね、そんな私が履くとどうなるのかっていうのがね、楽しみではあるんですけども、履いていきましょう。なるほどなるほど、この見た目とは違ってね、履き心地やっぱいいですね。っていうのも、このパッと見た履き心地って、あれなんかバンズみたいな感じなんですかと。これローテクスニーカーの、ね、履き心地ってあんま良くないよねと、疲れますもんねと思ったりしたらね、そうじゃないよと、それが僕買った原因っていうか理由なんよということでね、特徴をお話しさせていただこうと思うんですけども、特徴がね、あのこのコンセプト、このエコーっていうブランドのコンセプトとか、無事まあ履けてどっちでもいいんですけども、なんか最高の履き心地って言ってね、出してるんですよ。はいはいはい、出ました。靴の時はみんな言います、履き心地がよろしいですよと言いますが、これに関してはね、その街用シューズとしての履き心地を求めてるんですよ。だから登山用とかじゃなくて、こう街としての履き心地だから、見た目も街としても入っていけるし、でなおかつ履き心地もいいと。でそれの理由としては、まずはこのレザーですよね。このレザーがプレミアムレザーっていうね、本革のレザーを使ってるんですよ。でそれによって何がいいかっていうと、まあもともと柔らかいんで、あんま靴ずれせへんのもそうやねんけども、履けば履くほどこう馴染んでくるんですよ、足に。で硬い革のレザーって、ビジネスシューズとかあの革靴って硬いじゃないですか。足めちゃくちゃ痛いんよと。でもう履かんくなるんよと。だいたい皆さんそうなるでしょ。で、まあ、仕事やからしゃあなし履いてるけども、休日にもう革靴なんか履きたくないと思うんやけども、これに関してはほんまに柔らかいレザー、まあ言われたらレザーなんやっていう感じなんでね、より足にフィットするっていうことで、まず履き心地、最後の履き心地一つ目らしいんですよ。へえ、そうですかと。でもそんなブランドって他もあるんちゃいますってなるじゃないですか。で二つ目の理由としてはね、一体成形製法っていう名前でね、これまあどういうことなんかっていうと、普通ってソールと上ってね、別々で作って最後にガッチャンコするじゃないですか。じゃなくてこれに関しても一体型で作ってるみたいなんですよ。だからね、このソールに縫い合わせた後とか、今見てる限りはなくて、この一体で作っちゃってるってことなんで、こう後でね、取って付けて付けたようなもんじゃないですよと。その辺からね、履き心地がいいのが出てるんですなんて言うば言うてるんですけども、まあ、僕はもう全く知らんブランドやったから、へーぐらいな感じなんですけどね。次にデメリットいきたいなと思うんですけど、デメリットが何かって、そのこだわりがこだわりすぎてですね、まあ値段はちょっと高めということで、3万円1000円ぐらいですかね、2万7000円ぐらいの値段帯やったと思うんですけど、まあまあそれはこだわればね、しゃあないかなと思うんですけど、値段はね、少し高めの設定になっておりまして、それ以外やったら、その一体製法型言うてもてるから、これ別々で作ってたら、後でね、ソールだけ交換してくださいなんていうのはできるんやけど、もうそういう、まあスニーカーはまああんまないんやけども、まあ、履いたら履き潰していくという感じでね、まあそういったモデルになってます。僕自身もこう革でね、あの防水の靴って初めてやから、どんな感じなのかちょっとわからないんやけども、まあ、街中とかでね、合わせやすいでしょうね。おすすめの人としては、やっぱ大人の人ですか、大人でこうシンプルに休日履きたいとかってなってきた時に、スニーカーじゃ子供すぎるし、革靴足しんどいよと、もう疲れるんよっていう方はね、多分これが一番ハイブリッド型というか、真ん中のところになってくると思うんですけど、ほんまに防水なんですかと。じゃあ見ていただこうじゃないか。こういう風にね、水を垂らしていっても濡れないのが防水なんですよね。あら、濡れませんよねと。やっぱ足の靴下濡れるのが一番嫌ですもんねと。このように、しっかり水を弾いてくれてますね。まあ、なので、これはもう当たる人にとってはめちゃくちゃ刺さるような感じじゃないけど、刺さらん人からしたら、へぇ、それがどうしたん、別に俺バンズでええわってなってくるし、ちょっとおもろそうやし、人と若干違うようなね、スニーカーというところでね、今回紹介させていただきました。まあ、僕自身がこういうローテクのスニーカー好きっていうのもあるんで、で、なおかつゴアテックス。もうこれは買わなしゃあないでということでね、あの、買わせていただきました。今月のニュースっていう3月のやつでもね、あの、紹介してたんで、まあ、購入はしたんですけど、次はね、他のようなスニーカーも買ってます。こちらにね、あるんですけども、な
んかアナカパローみたいなのがここに書いてあるでしょ。これもまたゴアテックスなんですよ。だからねついついポチっちゃったんやけども、まあ今回のはとにかくこう綺麗めというか大人の方が履く用のスニーカーで、次のはガオネオネはね、まあまた近日中に紹介するんですけども、それはどっちかというとスポーツとか、そういう走り回ったりとかそういうところでも使えるし、もちろん街中でも使えるということで、ちょっとこう用途が違うというか、やけど値段は同じぐらいでございます。だいたい3万円切るかなぐらいな感じなんですけどもね、今回はこちらのエコというねスニーカーを紹介させていただいたという動画になってます。ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。